ロバート・コビントンはアメリカ合衆国入りの異州ベルウッド出身のバスケットボール選手 NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属しているポジションはスモールフォワードまたはパワーフォワードテネシー州立大学で4年間主力として活躍しながらも2013年の NBA ドラフトで指名漏れとなったコビントンはサマーリーグで ヒューストンロケッツの一員として参加。首脳陣から好印象を受けたコビントンは、ロケッツとの契約を勝ち取った。しかし、シーズンに入ると、D リーグでの修行を余儀なくされるも、D リーグで新人王を獲得するなど経験を積んだが、2014から15、シーズン開幕前に解雇された。2014年11月15日に、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと契約。 苦しいセブンティー・シクサーズのチーム状況の中で奮闘。70試合に出場し、平均13.5得点4.5リバウンドを記録した。2017年1月20日のポートランドトレイル・ブレイザーズ戦で90から92で迎えた第4クォーター残り数秒の場面から逆転の3ポイントシュートを決め、逆転勝利をもたらした。4月8日のニューヨーク・ニックス戦では、 自身初の30得点を記録。また、リーグ4位の平均1.9スティールを記録した。11月16日に4年6200万ドルで契約を延長した。このシーズンは80試合の出場で、平均31.7分に出場し、1.7スティール、0.9ブロックなどを記録し、オールディフェンシブファーストチームを受賞。 アシストが自己最高の上、ターンオーバーを大幅に減らし、得点は自身初の1シーズン1000得点を超えた。チームとして6年ぶりのプレイオフ進出に貢献した。プレイオフでは 3P シュートの成功率が落ちるなどして、平均8.1得点に終わった。2018年11月、ジミー・バトラー絡みの大型トレードにより、ミネソタティン・バー・ウルブズに移籍。2020年2月、 クリント・カペラやマディック・ビーズリーら12人を巻き込んだ4チーム間のトレードによりルーキーシーズンを過ごしたヒューストン・ロケッツに移籍。2月29日のボストン・セルティックス戦ではキャリアハイの16リバウンドを含む16得点3ブロックをマーク。従来のセンターを書いていたチーム事情からスモールセンターとして多くの時間をプレーした。2020年11月。 トレバー・アリザラとのトレードにより、ポートランドトレイルブレイザーズに移籍。2021年2月16日の、オクラホマシティサンダー戦で、キャリアハイの6ブロックを含む6得点、9リバウンド、5アシストをマークし、シーズンを通じて、キャリアハイとなる3ピーパーセントとリバウンド成績を残した。ありがとうございます。